今から空港に行ってヨーロッパに行ってきます。今回は何しに行くのかというと、ちょうどロンドン、ミラノのファッションウィークで招待をされたから、ちょっとこれから出発するんだけど、なんか今まであんまり動画でその裏側とか載せたことないから、ぜひ今回はファッションウィークの裏側だったりとか、そういったものをいろいろ載せていきたいなと思うから、ぜひ見てね。じゃあ行ってきます。今から私がちょっと泊まるお家を見せるね。じゃーん、うー、クラシック。ちょっと窓開けるね。おー、ロンドンな雰囲気のロマンチックな街。これがベッドルーム、素敵。そしてじゃーん、今回はバーバリーさんがショーに招待してくれて、見てプレゼント、かわいいね。イエーイ、明日からファッションショーに行くよ、楽しみ。 Good morning。 今から大好きな朝ごはん食べに行くよ。おー、かわいいね、素敵、楽しみ。今回はどれにしようかな。これ Fresh avocado to poached eggs。始まる前にちょっとロンドンの街を探索したいなと思って、今散歩来てるの。今からメイク始まるよ。これが噂のフルーツプレート。美味しいんだよ、うん、待ち時間の時はよくフルーツ食べるのが好きなの。いくよ。もうマダガスカルに来た気分。今日の格好はこんな感じ。行く前にちょっと鏡越しでどんなポーズで立とうかなって考えるの。この感じだったらこんな感じで立ってた方が足が綺麗に、お腹も見えるから腹筋にギュッと力を入れなきゃ。よし、できた。じゃあ今から出発。じゃあ今から出発するね。じゃーん、メイクも終わったよ。今日のメイクはナチュラルのメイクがテーマだったんだけど、でもナチュラルでも眉毛はギリッビリッとちょっとはっきり描いたんだって、うん、そしてこんな感じの服です。うん、ここから穴が開いてて、そこから足が出すのって。L とあとバーバリーさんの撮影で素敵なちょっとおしゃれなカフェに来て、これから一日撮影するの。今から着替えてくるね。今からミラノに出発。
にハマっちゃってどうしようと思ってる。3時間遅れました。3時間遅れて今から乗るよ。ミラノ行きます。オールバックな、あのちょっと立体感のある感じの部屋にして、メイクはちょっとブラックラインをシュッと入れてもらって、でリップはちょっとこのベージュにこれからグロス塗る、グロシー、グロシーなんていうテーマか、でもいい感じでしょ。今から行くよ。今ちょうど毎回このモンクレに招待される時のこの場所で見る素晴らしいショーが大好きなので、回ったから今から、モンクレチームとみんなと一緒に秘密のディナーがあるの、楽しみ。どんな感じかな。お腹すいた。じゃあ今からディナー行ってくるから、また後でね。今から、ベガとマジャールの、撮影だよ。私が大好きなボッテガベネタのショーなの。今日このオレンジのドレスに茶色いトレンチコートを買ってきて、夕方の5時にショーに行くんだ。今から行くよ。どう？Thank you.